コンティニュードの続きになります。フライト緑だ、青い世界と赤い茶色い世界の行き来ができる。あそこがゴール。あーシンプルだね。箱はここの世界だけで、だけどうまく上に登るには世界にこれがないといかんのよな。これを投げて、今これがもう一つの世界は何もないんだよね。もう一つの世界に箱は持ってくんだろうけど、これで赤い世界と。うわっ、なんだこれ、なんだこれ。箱自体はこのせ、なんだろう、この、これなんて呼んでたっけ、壺？この壺自体はこの箱の世界に存在するんだけど、こっちは青い世界で、こっちは赤い世界の壺なんだね。それはやばくないか？それはやばくないか。でこの状態で箱のループをガンガン入った後で片方から抜けるみたいなことをやるんだと思うんですよね。やるんだと思うんですけどね。あー違うか。これで青い世界行ける、赤い世界行ける。何をしたいといけない？赤い世界で青い世界に入る壺があって、こっちを投げると上から出てくる。上から出てくる。上から出てくる。出てこない。青い世界だ。今度は逆なのか。上？赤い世界の入り口が上に行っちゃったから、これダメなんだ。混乱してるね。混乱しますねこれ。世界に置いてある、こっちは赤い世界に置いてある。でじゃあ青い世界にいます。入るのは こっちに入らないといけない。あ逆か。こっちに入れば赤い世界に行ける。こっちに入れば赤い世界に行けます、なんですよね。という状態なので、これを残してこっちを上から投げれば上から出てくることができます。出ます。で次にやるべきは、赤い世界なのでこれに入れば青に戻ります。次はこれに入らないともう一つの世界に行かないんだけど、それをするためには
逆にあっちにあるのを上に投げてこれに入らないといけないんだよね。この世界で入るべきはこっち側なのよ。なのよ。なんだけどここで箱に入ると下から出るでしょ。でそうするとそうするとこれを持って登れるか。とこれを投げれるじゃん。でこっちに入るとあっちの青い世界から出るじゃん。いけそうでは？いけそうでは？じゃあこれに入ると赤い世界に出てきますなんだよね。なのでああでも次の手がないのか。ちょっと待てよ待てよ。ここから戻ってこればいいんだけどこれに入ると下に出るんだよな下に出ちゃうんだよね。ここに出てきたいんだよね俺は。これに入るとあっちから出ます。なのでこっちの世界で何かやるんだとしたらこっちの世界でやるんだとしたら右にある壺を上に投げ込まないといけないんだよな。右にある壺を上に投げ込まないといけないんだよなと言いますか。そうなんですか。こっちの世界だったら上にあるやつをそのまま上に投げればいいのよね。ってことはこっちの世界から投げた後に赤い世界に行ければいいんだったらこれを投げて右下の壺に入ればいいのでは。あれすごく単純ではないかな。これ投げて右下の壺に入れば赤い世界の上から出るよね。あれ間違えてる僕逆なこと言ったね。逆なんだわ。逆だったね。そうだね。そんな簡単にできたらむずないっちゅうねんな。青い世界からはもう出られないので終わりですね。青い世界にある壺、赤い世界にある壺。まずこっちで青に入れる。最初どっちを先にするかは関係ないもんね。関係ないよね。どうやってあの2段目のところから宝箱に戻るっていうアクションをしたい。宝箱を使う。どうやって使う？宝箱から出てくると下から出てくる。宝箱を持っていけばそこから出てくれるけど青と赤の世界は逆転は起きない。難しいんだな。今赤い世界だからこっちに入ればいいんです。青い世界に来ました。なんで次はこっちに入るべきです。なんでこっちを投げてこれから入れば上から出てきます。さっきと同じだよね。これさっきと同じなの。これから入るとこっちから出てきます。でここでこれに入ったらう
上から出てくれるんだよね次は。で赤い世界なのであれに入らないと青い世界にはいけないです。でこれ上に投げることはできますよね。だけどそれは戻ればできますなんだよね。これで上に戻ってくればこっちを上に投げることができる。これは今だったらちょっと待って、今だったら今は赤い世界だからこっちに入るとこっちから出る。次はこっちに入んないといけない。だからこれを投げればここで上この箱からここにアクセスするようにしないといけないんだと思うんですよね。青い世界だから、あ、どっちだっけ、青い世界だからこっちに入らないといけないんでしょ。ここでどうしようかな。青い世界なのでこれに入らないといけない。だからこれはここに置いときたい。逆にこっちはも投げてどっかに持っていきたい、投げて上に持っていきたいやつなんだよね。投げて持ってきたいやつをここに置いといて投げ上に投げ、待てよ、混乱してんな。今これに入らないと赤い世界にはいかないんだよねこれに入らないと赤い世界にはいけないやつを下に持ってきて、今青い世界あっちに、下に入らない、下に入ると上から出てこれます。下に入ると上から出てくることができます。上から出てくることができますなんだよね今。で上から出ました、箱もあります。でこの箱に一回入って上から出てこれたらいいんだよね。とすると、この箱に入ってこれ2つ入れ替えてくればいいのかな、この壺を。これに入ると青い方に行く。これを下に置いて下にあるのを上に持ってこれば赤い世界の方でいい気がするんです。だから赤い世界の方でこれを、間違えた、これを上に投げる予定で、これは下に置いとけ。いいんだよね、これに入ると上から出るよね。これに入ると上から出るなので、これを上に投げれば上から出る。ちゃんと考えたらそんなに難しくなくてよかったです、トリプレット、あれトリプレットっていうステージ前なかったっけ。それは場合図言うか青い世界に壺2つ鍵だけど持っていけないよね、もちろん。ちょっと待って、世界がいくつある。青い世界、赤い世界、黒い世界がありました。黒がゴールだけど単純には登れない。そして青い世界、これ多分同じなんだろうな、行き先だよね。初手なんだこれ。最初になんやかんやできるのってここのこれを持っていきますぐらいしかできんよな。
これはつまり赤い世界にいつでもアクセスできるポットなのね。これは赤い世だからここで使っても見えなくて、これは黒い世界にアクセスできるポットなの。とりあえず入れ替えてみようか。え、いやでもこれこの世界だもんね。この世界だから意味なくて、赤い世界に行けるポットをこっちに持ってきて、赤い世界に行けます。でこれは青い世界に行けます。赤い世界から青い世界に行けるポットを持ってきた。これ青い世界に行ける、つまり青い世界に赤い世界に行けるポットがあるため、これで鍵を取れる。これ赤い世界、あれ、あ違うわ、あれあれあー混乱しちゃった、あー混乱しちゃった。これを持っていくと、こんな単純でいいのかな。これをやると石がもう取れなくなる。石がないと多分最後の階段登れないんですよね。だけど石の量産できるわけではないし、他に登れるためのパーツもないし、右側に出入り口を複数設けておかないと、違うな、右にも行けるし左にも行けるみたいな仕組みを作らないと両方のアイテムは取れないような。鍵が取れてきた。そして鍵をここに持っていくけど、ここは登れないので石がいるでしょう。石がいるでしょう。でも石がもう取れないんでしょう。こっちは赤い世界に行く。赤い世界のどこに行く？そっちだよね。これはもう形としては罪な気がするのですよ。どういう形に組み立てればいいのだ？赤い世界に行くポット。下でやるのかな、上じゃなくて下でなんかいろいろやってれば最初から石は持ってこれ、間違えた。これで一周してきて、で石取れて、石がこっちで鍵がそっちなんだよね。これは同じ部屋か。これここにあっても意味ないね。赤い部屋に来る、青い部屋に来る、赤い部屋に行く、黒い部屋に行く、赤い部屋に行く。青い部屋、なんか違う部屋経由でこの石を渡していければいいような気もしますよね。だけど今のこの感じだとなんか思ってることができない、思っていることはできない。持ってくるものを変えるのか。これ黒い部屋でしょ。黒い部屋行きをこれと入れ替えたら、黒い部屋と青い部屋の行き来、あ違うな、赤い部屋って言ってよ。これが青い部屋、黒い部屋、赤い部屋、こっちがあれ赤い部屋のループだ。これダメだな、赤い部屋のループがダメ。本当
ダメだよね、入ったとこから同じところに出てきてたらダメ、意味ないよな。これをあっちに投げ、青い部屋、これ黒い部屋に行くやつ、これ青い部屋、あ、赤い部屋に行くやつだっけ、これ、これも赤い部屋に行くやつだね。この2つは同じ、最初にあった2つなのかな。スタート地点にあった赤い部屋行きの2つ、うん、これはこれがあっても違うかといって、赤い部屋行きを今青い部屋と黒い部屋に置いたとしたら、さっきと同じじゃねえな、赤い部屋と青い部屋の行き来ができるだけ、赤い部屋と黒い部屋の行き来ができるだけ。本当は例えば、あ、でもな、唯一赤い部屋だけが複数来ることができるものなんだよね。だから本当はここで荷物とかのやり取りをできるといいんだけど、この部屋がこんな形になってしまっている。困った、困ったな。今考えてるやり方ではちょっとできなそうですね。赤い部屋をただループするだけっていうのが何かトリックあるのかしらね。ないんだよな何も生まないんだよな、これここにあっても。例えば一旦黒い部屋のことを、いやでもね、壺の数に限りがあるでな。青、赤、黒、赤、黒、難問なのでは。あ、待って待って、鍵を取りに行こうって考えちゃうのがおかしいのか、先に上まで登る道を先に作れてればいいのか、その発想で行けばいいのかな。つまりこれで下の段から上の段に石を1個伝達してこれればいいわけですよね。青の部屋、赤の部屋、黒、赤の部屋、黒、つまり赤の部屋経由で石のやり取りはできる。こっちから行ってこれを取り出せてこうできると。で同じことがここでもできますよね。え、いる？いらん、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 あ、いる、いる、いる、あ、いる、あ、いらん、いる、いる、おい赤い部屋に置いて上から出てくれば上から石取れるでしょ。あ、で何がいいかっていうと、このままこれを右に投げれば、あ、いいね、これをこのまま右に投げれば、よしよしよし、あぶ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 、でもこういうこと、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 いやーなんだ、鍵をめっちゃ取ろう、鍵を取ってここに来ようっていう順番で考えてたら積んでるんだよね。石を上に持ってきてここで鍵開ければいいじゃんっていう、その発想ですよね。満足、24分、いいじゃん。 2問も解けたのはかなり強いよ、この最終ステージで。では今回はこんな感じで。